はい、どうもこんにちは。昨日ね、たけるくんがねシュガーねやってましたね。僕も見れたんですけど、まあでもお姉ちゃんとかあとサマーウォーズなんか被ってたんで、時間帯的にね、だから僕もあっち見たらこっち見たりとかそういう感じで見てたんで、全部が全部見切れてはないんですが、まあそこで思ったことをちょっとバーッと喋っていきます。まず昨日思ったのは、あれです、まあ細田監督のね、アニメのね公開日だっていうところが一番のあれですよ、シュガーをやった原因っていう、原因っていうんですかね、まあだからシュガーをやったっていうことなんでしょうけど、ぜひね、あれで見てほしいって、ね、映画館で見るべきだみたいな感じの話をしてて、であと思ったのは、昨日は久々なのかな、まあ家でやってたっていう感じですね。見慣れた背景だった感じに戻ったんですね。これの前が北海道でねロケしてる途中でホテルだったじゃないですか。ネットフリックスのねファーストラブの撮影ので泊まってるホテルだっていうところがあったので、家なんで元気そうでしたよね。なんかすごく元気そうだったですね。だから僕北海道からシュガーを配信した時はなんか全然たけるくんが疲れてそうで、もう本当にテンションが低かった感じがあったんで、今回はねずっと笑顔でテンション高かったんで、もう本当良かったなと思いました。なんかこっちが面白い気分が上がるぐらいのテンションの、高さっていうんですかね、元気さだったんで、まあ、そこがすごく良かったなっていう感想ですよね昨日は。あと、まあなんか、ヘッツさんの YouTube、ノブとの見たみたいなことを言ってましたよね。千鳥の本当良さを広めたいんだよねっていうこととか、だからすごくリラックスしてやってんなっていうのは、なんかくしゃみをね、いきなりくしゃみしてる。クシッみたいなね。あれはね、なかなか素のたけるくんで良かったです。あとなんか、顔こう半分をこう、半分でなんか、最初の子が喋ったりとか、そういうのもなんか、そういう演出も面白かった。で、一人目の人が香港の人ですよね。なんか片言の日本語で、一生懸命ね、日本語勉強してうまいなと思いましたけど、すごいですよね。なんか海外の人って、たけるファンなんか特に、まあ、なんだろうな、こう、日本の文化が好きだったり、アニメが好きだったりっていう外国の子って、まあ、韓国もそうだし、台湾、中国、まあ、あと香港の人なんかもそうですけど、日本語ねすごくみんなできるんですよね。ああいうのなかなかいないじゃないですか、日本人って。日本人はね、まあ母国の語か、もしくはまあ喋れて英語ぐらいじゃないですか。でもね、アジア系の人たちは日本語をね、日本のカルチャーが好きな人は日本語を勉強してきて喋れますからね、もうああいうの毎回感心するんですけど、その香港の人はね、たけるくんのね、T シャツ8枚買ったって言ってね、すごいなと思いましたね。高いですもんね、あれ1枚がね。あとまあ最初の方は音がちっちゃかったのかな、なんか。だんだん徐々に良くなってきましたけど。あとなんかちょっと感じたのが、まあ、ちょっと感じたっていうのかな。たけてれの話になって、ちょっと僕はそこね、聞いたり聞かなかった。長かったんですよ、そこを喋ってる方がね。結構長くて。うん。なんで僕テレビ見たりとかしてたりしたんだけど、まあ、たけてれどうなんのって話なんですよね。それで一日も休みがないみたいな。今めちゃくちゃ僕働いてるんですよ、みたいな。ほとんどたけるくんが言ってて。だからなんかまあそういう暇がないってことなんでしょうけど。珍しくね、たけるくんがね、早く切りたがってたんで、なんかね、長いからね、まあ、もちろんね、早く次の人、ボン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 、こう、ね、やっていかないと、ね、一人の人にだけ長々とやるわけにはいかないので、ね、早く切り上がってて、それがちょっとね、珍しくたけるくんの中で、なんかちょっとイラッとした顔で対応してたんで、うん、あれはね、なかなかこう、貴重なたけるくんが見れたな。思いましたね。まあ確かに長かったんですよね、あの人はね。すごく長かったから、まあイラッとするだろうなと思いましたけど。
まあ、アフレコの話、なんか昨日、アフレコの話だっていうか、昨日ね、記者会見をね、やってきた帰りみたいですよね。まあ、その話はまあ、また後ではしようかなと思うんですけど、まあ、その話で、それを見に行ったっていう人が来たので、そういう話をしたりとか、あと僕的になんかすごい昨日のたけるくんは明るいなと思ったのは、なんだっけな、主婦の人っていうんですかね、奥さんみたいな人が、なんか最後に、まあ大体皆さんね、最後に一言だけいいですかみたいな、言ってほしい、たけるくんに言ってほしいことを頼むじゃないですか。その時に、なんか、なんとその人の名前で、お前は俺のもんだみたいな感じのことを言ってくれって言ったんですよね。その時に、いや、それはちょっとみたいな、たけるくんが。まあ嫌だってことなんですけど、旦那がいるんで旦那がに言ってもらえばみたいな、言ってもらってくださいよみたいなこと言って、いや、たけるくんがいいんだみたいな、結構こう譲んなかったら、もうたけるくん面白かったのは、いや、私今、スキャンダルが溢れないのでみたいな感じの切り返しにしたら、僕はちょっと一人で笑っちゃいましたね。なんかそういうの面白いなと。なんか、なんですかね、言い方がちょっとね、なんかノブさんっぽい感じというか、うん、なんかこう、お笑いっぽい感じの言い方をしているので、面白かったですけどね、たけるくんのその、昨日のテンションが、まあ良かったなっていうところの一つです、それは。まああとなんか YouTube でね、弾き語りをやってるなんていう女の子の配信、インスタと YouTube でやってるみたいな。をタケル君もわざわざね、ちゃんとタブレット持ってきてね、見てあげたりとかって、そういうの優しいなぁなんていう感じがありましたけどね。あとまあ最後の方で猫の名前をね、リツっていうね、お父さん自体がタケル君のファンだっていうので、リツっていう名前にしてっていうね、でお父さんがなんかちょっとこわもてな感じの人だって、そこに対してのタケル君のリアクションもかなり面白かったですけどね。で最終的にまあね、竜とそばかすの姫をぜひ映画館で見てほしいっていう締めくくりに、なって終えたって感じ。結構長々とやってたね、しっかりフルでやってくれたっていうところだったんですけど、まあだから僕がね、昨日見た感想で一番は本当に一番、たけるくんの中で昨日の中で重要だなとか思ったのは、元気だなっていう。元気そうでよかったな、それが何よりだったんですよね。もうめちゃくちゃ疲れてるじゃないですか。忙しくて。またぐったりしてんのかなーなんて思ったら、昨日は本当に元気そうだったし、あと顔色良かったんですよ。うん。なんか、ここ最近の中で、のシュガーの中で一番顔色が良かったなっていう。感じ、目がね、生き生きしたんですよ。この前の北海道の時はね、目がね、どうもね、もう目が違ってたんですよね。もう疲れ切った目だ。目がね、本当に曇ってたんですよね。大丈夫かなって。無理しなくていいのになっていう感じがあったんですけど、もう昨日は本当に目がね、生き生きしてたんですよ。で、本当に顔のね、色がね、ちょっとなんですか、浅黒かったっていうんですかね。なんかこう元気そうな肌のツヤだったんで、もうそこが良かったかなと思ったのと、あとね、声がね、声が出てたんですよ、昨日結構、たけるくんは。うん。そこも良かったですね。うん。だから声の張りが、声の張りとか声のツヤが、まあ元気がいい感じ。健康そうな声だったんで、本当に前回とは全く違う、前回でした、前々回でした、その北海道の時が僕は本当に一番心配だったんで、もう、それに比べたら本当、たけるくんは、ここ最近の中で一番本当に声の張りもあったし、うん、肌ツヤも良かったし、目も生き生きしてたし、ノリも良かったし、ですかね。いろんな表情を見せてくれたし、頭の回転もすごい明快というか良かったですね。切り返しもすごい良かったんで、まあ、昨日は本当に調子良かったなっていう、体調が万全だったんだなっていう感じが受け取れたんで、まあ、その点ですよ、僕が本当にシュガーを見てていつもいいな、まあ気になるのは、
もうね、須野武くんを見るので、しかも1時間以上長くやるじゃないですか、大体は。そうなるとね、随所随所にもう見えるんですよね、なんかこう武くんの体調がで、その体調が昨日はもうなんかここ本当になんか今までここ数回の中で一番体調が良さげに見えたっていうのが、僕は一つの一番の昨日はポイントでした。まあそんな感じですかね。な感じで。ではでは。